こんにちは、ゴンちゃんです。岩手屋シリーズ最終回です。昭和11年の開業以来、天神流通戦争において伝染伝承から一転して創業者中本一族の致命傷となった G サイドオープン、再建へ向けて切り札だった岩手屋本丸の売却、私的整理までを解説しますので、最後までご視聴ください。昭和30年、1955年から始まった技術革新により、自動車産業、電気機械業、化学工業、造船業などのメーカーが海外から革新的な技術を取り入れ、新しい設備を導入し、会社の規模を拡大していきました。また耐久消費財である冷蔵庫、洗濯機、白黒テレビが三種の神器と呼ばれ、家電市場が拡大、人々の生活水準も向上し、耐久消費財の普及が進みました。こうした技術革新は国民の生活環境が便利に快適に著しく変化していくきっかけともなり、三種の神器をはじめ生活関連用品のニーズは高まり、消費市場も伸びていきました。昭和31年の経済白書では、もはや戦後ではないと記され、人部景気と言われた好景気が昭和32年まで続きました。好景気に沸く消費の中心地がデパートであり、当然ながら岩田屋の業績も上昇し、昭和31年、1956年には福岡空港に岩田屋売店を新設、昭和34年、本館7階には100円スーパーマーケットを開設、昭和35年、天神ビル地下にニュー福岡店を開店、昭和38年、長崎浜屋と業務提携し、同年熊本市にスーパーサニー1号店を設立、その後相次いで大牟田、福岡、鳥栖へサニーを多店舗展開。この年の本館に画期的なオールヌードクロスエスカレーターを地下から6階まで12基を開設し、来店客の回遊率を高め、売上の効率を高めていきました。そうそう、エスカレーターといえば昭和40年代ですかね。ゴンちゃんが高校生の頃、初めて岩手屋に行き、エスカレーターに足を踏み出す時のあのワクワク感は今でも忘れませんね。それとエアコンに混じって僕らを包み込むあの店内の匂い、表現のしようがないんですが、何ですかね、あのデパートの匂いってね。まあとにかくこの頃の岩手屋がやることなすこと、とにかく順調すぎるほど順調でした。さらに昭和40年、1965年から昭和50年代までに、岩田屋戸畑支店、久留米岩田屋、西陣岩田屋、岩田屋伊勢丹を熊本に、デパート以外にスーパーサニーの店舗拡大、サンビーム、福ビルにはインテリアのニック、岩田屋産業、岩田屋食堂などの企業グループを形成していきました。この百貨店業以外の新業態事業への進出は、後に経営危機にまで尾を引くことになるのですが、当時としては時代の推移に対応すべく、その活動領域を水平的、垂直的、多角的に拡大して、岩田屋を中核とする一大企業集団を形成していきました。昭和50年、1975年5月1日現在では、百貨店グループ8社、サニーグループ3社、27店舗、ハウジング3社、レジャー3社、管理事業3社、社員総数5379人を抱える企業集団となりました。こうして西日本においても1、2を争う発展を遂げていく岩田屋の売り場構成や品揃え、接客方法などを学ぼうと他店のバイヤーや関係者が何度も訪れていました。こうした学びを時点に取り入れていくに従い、他店もそれなりに成長発展していったのは、陰ながら岩田屋の影響は大きいと思います。昭和46年、1971年6月15日、岩田屋の目と鼻の先にダイエーショッパーズプラザが開店しました。ダイエーはこれまでのメーカーの流通支配を壊し、独自の価格戦略は国民の支持を集め、急成長をしていました。低価格大量販売方式で流通革命を起こした時代の寵児とも言うべき黒船ダイエーの天神進出には、スーッと出てきてパーッと消えるどころの騒ぎではなく、岩田屋、博多大丸、福岡玉屋、博多井筒屋の4つの百貨店を含む
既存の小売業界に与えた衝撃と影響は想像以上に大きなものでした。ついには昭和47年1972年には日本の百貨店業界のトップを走ってきた老舗東京三越の売り上げを抜き去り1位となって、業界全体の売り上げでも百貨店をしのいだのです。このように国民の購買意欲や行動が多様化して、作れば何でも売れるという時代は終わりを告げ、消費者が自分のニーズに合った店や品物を選ぶというスタイルへ変化していきました。昭和49年1974年5月、東京の豊洲にコンビニのセブンイレブン1号店がオープンし、福岡は太宰府にセブンイレブン1号店が開業しました。コンビニは地域に根付く便利な24時間営業の小売店として、消費者のニーズに応じた品揃えとサービスを提供するなど、あっという間に福岡および全国に広がっていきます。さらにはマイカーの普及もあり、デパートへ足を遠のかせる傾向が一段と強まっていくようになります。そしてこうした影響は後に天神界隈にも及んでいくのですが、昭和50年代まではスーパーやデパートなど大型店の集客力は衰えることなく続いていました。昭和47年1972年4月1日に福岡市が政令指定都市となり、昭和50年1975年10月1日国税調査では、人口が100万人を超えてから福岡一極集中化も加速し始め、その中心地である天神のマーケットを狙う中央の大手資本が相次いで参入したり、昭和50年1975年11月7日に博多大丸が現在の店舗に開店しました。天神界隈の人の流れは、昭和40年代の前半までは主に新天町から岩田屋、福ビルから、昭和46年6月はダイエーショッパーズプラザが松屋レディスを包括する形でオープンしたため、新たに南北の人の流れができました。さらに昭和51年1976年6月には100近い専門店を集めた天神コアが開業、同年9月には中央の有名専門店も入店した天神地下街がオープンします。同年11月は天神ファンをまたかと言わせるように、コアのビルの横に日井ショッピングデパートが開業しました。つまり半径500メートルにも届かない商圏の売り場面積が1年足らずで倍増することになり、人の流れは縦横無尽というか、まさに東西南北上中下の商業ゾーンが出現したのです。このように激変した人の流れに対応すべく、販売の様式も多様化して、天神界隈における流通サービス業界の過当競争が一段と深刻になっていきました。この天神流通戦争の煽りを受けたのが中洲川端地区でした。人の流れが天神に移行するにつれて、年を追うごとに川端中洲地区の商業地盤の沈下が進み、かつて流星を誇っていた中洲の福岡玉屋デパートは打開策を見出せないまま、平成11年に閉店することになります。また昭和50年1975年3月10日は新幹線が博多に乗り入れ、デイトスや博多駅商店街、その周辺商店街の活性化も見過ごすことができない出来事となりました。岩田屋はこうした一連の環境変化を先読みして、いち早く昭和48年5月から新館の建設に着手していました。総工事費約92億円と過去最大の規模の投資であり、岩田屋の命運をかけるビッグプロジェクトになったわけです。そして足掛け4年の歳月を要した大工事は、本館の西側9館の隣接した福岡童話ビルを買収し、地上12階、地下3階、延べ面積2万1225平方メートル、売り場面積は地下1階から地上8階を使用する8400平方メートルで、本館は地下道の他に4階、6階、9階を空中回廊で結んで一体感を出して、本館と合わせた売り場面積は3万2546平方メートルとなって、まさに天神の顔となったわけです。新館は売り場とは別に職員食堂や総合休憩所、
最新鋭の防災センターなどの近代的施設も置かれ、ライバル店を迎え撃つ体制ができました。広報面でも名の津や粕屋町に商品センターを建設し、特に本館から車で5分の距離にある名の津商品センターは鉄筋2階建てで1階部分だけで3800平方メートルと、当時の百貨店業界でもダントツの広さの消費センターを作り、そこには大型の自動包装機械やコンピューターを導入しました。こうした設備投資は他店以上に売り上げを伸ばす期待と宿命を与えられた岩田屋の地域一番店としてのプライドであり、激しい流通戦争を生き抜く土台作りでもありました。かくして昭和46年1971年から昭和51年1976年まで岩田屋を囲い込むようにして繰り広げられた天神第一次流通戦争においても、地域一番店として岩田屋の不動の地位は揺るぎませんでした。それでも天神流通戦争の火を消すことなく燃え続け、平成元年1989年には天神地区の南側に現在のラズ福岡天神になるベスト電機が大型電気店ユーテクプラザを天神を開店、続いてソラリアプラザイムズが開業し、天神第二次流通戦争と呼ばれるようになり、天神の商圏は福岡市だけにとどまらず北九州市、筑豊、筑後までの広範囲に及び、週末には特急かもめを利用して天神で買い物する女性たちをかもめ族と呼び、同様に熊本県などからの来訪者をツバメ族や有明族、フェニックス族といった表現が使われました。その流通戦争の余波は福岡市内及び周辺の商店街はもちろん、北九州、筑豊、筑後など近隣地区の顧客を吸い寄せる広がりを見せ、地域に根付いていたデパートや商店街の統合や閉鎖、縮小に追い込む形となって現れていきました。天神戦争は人や車、電車の渋滞を招くようになり、その緩和のために市内の交通網の整備、拡張計画を急ぐようになります。そして福岡市は旅客輸送力の整備増強に関する基本計画について地下鉄を導入することを決定し、1979年、昭和54年2月11日に市内の路面電車を全廃することを決定しました。こうした天神流通戦争を引き起こしたのは好景気から来るものではなく、昭和48年10月の第4次中東戦争を引き金としたオイルショックといわれる景気悪化によるものです。つまり不況から来る企業の生き残り戦略として、各種企業が天神商圏に打開策を求めてきたのです。確かに昭和61年1986年から平成3年1991年頃まで続いたバブル景気はありましたが、依然として地域一番店の岩田屋の牙城を崩せるような店舗の出現はありませんでした。自分で自分の首を絞めることを棚に上げての無理な天神進出をする企業もありました。例えばベスト電機が九州の秋葉原を目指すとして取り組んだ大型電気店ユーテクプラザ天神の早期撤退が一例であり、またコアやイムズ、ソラリアプラザ内のテナントなども閉店するなど相次いでいきました。一方の岩田屋はこれらに負けじと昭和56年には西陣岩田屋を開店、その他に渡辺通りのサンセルコ地下に岩田屋サンヘルス、ダスキン岩田屋、長崎の大村に浜屋百貨店大村店を開店するなど、厳しい業者間の天の商売から面の商売へと販路拡大を図りながら成長を続けていきました。しかしこれまで順風満帆だった岩田屋の航路に大きな波風が襲ってきます。それまで天神の流通戦争の主役であり伝線伝承を続けてきた岩田屋の命運を左右するような計画を西鉄が発表したんです。昭和11年に西鉄の経営危機を助ける形で天神に出店した岩田屋とは創業以来共存共栄の中であった西鉄の計画は岩田屋にとっても有益なものだろうと思っていました。その計画とは昭和55年1980年から平成2年1990年までに
西鉄福岡駅再開発を行うというもので、当時の福岡駅を南に動かした新ターミナル建設と同時に福岡スポーツセンターを壊してファッションビルのソラリアプラザを新設したり、駅構内バスターミナルも含めた100年に一度と言っていいプロジェクトが動き出すということになったのです。現在の三越が入店しているターミナルビルには、これまでの西鉄と岩田屋の関係を考えれば、誰もが岩田屋が売り場を広げる目的で入店するだろうと考えていました。当然岩田屋と西鉄との間で新ターミナルビルへ入店に関する協議は続いていました。その大きな点は、岩田屋が求める売り場面積2万平方メートルに対して西鉄の案はたったの8700平方メートルでした。しかも西鉄はその1階と2階に改札口やホームを作ると言い出し、それでは売り場が分断されることになるので、岩田屋としては妥協できず、話し合いは難航しました。結果的には平成4年1992年12月21日、岩田屋はそれまで検討してきた西鉄の再開発ビルへの出店断念を正式に通告しました。そして4年後の平成8年1996年に、働く女性をターゲットにした岩田屋 G サイドを現在の本館に新設しました。それは翌年1997年には、博多大丸が福岡天神店東館エルガーラを開店し、福岡三越がソラリアターミナルビルに各店舗として出店するため、第3次天神流通戦争の幕開けを知らせる先手を打ったのです。平成8年1996年9月22日 G サイドの開業初日は15万人が訪れ、華々しいデビューを飾ったのです。これはゴンちゃん家族も並びましたね。大変な人手でしたよ。 G サイドは従来の仕入れ方式から周囲が不安視する買取制を大幅に導入します。これが岩田屋の経営危機の引き金になるのですが、それは次のようなものです。従来の百貨店の仕入れ方式は、委託仕入れが 70% から 80%、 買取仕入れが 20% から多くて 30%、 そして消化仕入れが 5% から 10% が普通でした。委託仕入れとは、一般的に仕入れ原価は 70% で、売れないものはメーカーへ返品できる条件がありましたから、3割の粗利でもデパートが競争に生き残ってきた手段でもあったわけです。ところが、こうした従来の委託仕入れによる同質化や粗利益の低さを問題視して、買取仕入れ切り替えて自主編集売り場を拡張することを唱えていた学者と懇意だった当時の社長中村健一もこれに同意して、テスト的にやった売り場で予想を超えた売り上げを記録したのです。社長をはじめ経営陣は、これが回転景気が冷めやらない時のご祝儀売り上げということに気づかず、これに手応えを感じた G サイドは買取方式で行こうということになったのです。これまでの慣習を破って新しい経営コンセプトのもとに出発した G サイドは、ライバル店など外部の目には斬新に映りましたが、内情は大変なものになっていくのでした。買取仕入れは売れると利益は高いが、売れないと不良在庫になってしまいます。ハイリターンハイリスクです。しかも小売業の環境変化は不透明で、一歩間違えば命取りになるほど天神は生き残り競争の最中でした。経営が素人の学識者が唱えた机上の空論を演出した G サイドは、若い消費者に受け入れてもらえず、開店1年目の売上予算350億円にはるかに届かず、200億円を割り出しました。これで一気に数十億円を超える買取商品が不良在庫として残り、2年目から不良在庫を処分しながら買取の流行商品を新たに仕入れていくには、現場の社員には到底ノウハウも経験値も不足していました。 G サイドへの過剰投資のツケは大きく、その翌年の平成9年1997年2月期決算で、岩田屋は初の経常赤字に転落することになります。続いて1999年平成11年2月期には、連結で債務超過額が
309億円に達する状況に陥ることになりました。その結果、2002年平成14年2月末には西陣岩田屋と熊本屋日田を抱え込まされた久留米岩田屋が債務超過に陥る状況になっていきました。岩田屋の経営再建計画の一環として2002年平成14年8月に日田岩田屋を、2003年平成15年2月には熊本岩田屋と西陣岩田屋を閉店し、本店と久留米店の2店体制に縮小し復活を目指すものの、これまでの多店化路線は失敗に終わって、私的整理で次の道を選ぶようになります。厳しい戦いを繰り広げる岩田屋には過酷な環境が追い打ちをかけていきました。西鉄福岡駅の改札口が南側に50メートル移ったことで人の流れが変わり、さらに消費税率が 3% から 5% に引き上げられました。1997年2月期、98年2月期、99年2月期と3期連続で経常赤字を計上。岩田屋はグループ企業を含め309億円に上る債務超過の早期解消を迫られており、早期退職や岩田屋体育館などの売却などを進めますが、事態は好転せず、ついに1999年夏、最後の切り札となる本館と新館の売却方針を決めたのです。2004年2月、岩田屋旧本館は多くの岩田屋ファンに惜しまれ閉館しました。岩田屋は本館売却後、伊勢丹の支援を受けて廃業を免れます。岩田屋創業の父と言われた中牟田喜兵衛会長は昭和55年1980年1月14日に89歳で死亡。長男の2代目社長中牟田喜一郎は平成20年2008年10月18日に93歳で死亡。3代目社長中牟田栄三、4代目社長中牟田健吉と続いた中牟田家による岩田屋の歴史は幕を閉じました。これにより岩田屋はかつてのライバルの手に渡り、創業者中牟田一族の名前も消えていきました。そして本館新館を含め鈴木学園に205億円で売却することを決定します。その後本館新館をパルコが買い取り、現在に至っています。天神のランドマークだった旧岩田屋本館新館は2026年に解体され、新しいビルの建設が決まりました。天神の商業発展の象徴として長く親しまれた旧岩田屋本館の建物はこの再開発でその姿を消すこととなります。全く新しい経営体制のもとに再び地域一番店として天神を支える岩田屋の歴史は続いていくことを願って岩田屋シリーズを終わります。この動画が良かったと思われたら高評価、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。